ゴルフに青春をかける子どもたち。この番組は厳しい世界に生きるジュニアゴルファーの日常に密着し、未来のトッププレーヤーを目指す選手たちを応援していきます。今回登場するジュニアゴルファーは西郷真央さん、13歳。彼女は2014年世界ジュニアゴルフ選手権関東予選優勝、さらに関東中学校ゴルフ選手権を優勝するなど輝かしい成績を持つ。そんな彼女がゴルフを始めたきっかけは何だろう。始めたのは3歳ぐらいからで、きっかけは父の練習についていった時に自分も打ってみたいっていう意思から始めました。ボールが飛ぶっていうことが面白かった。ボールを飛ばすシンプルさが面白く、次第にのめり込んでいった。さらに試合に出場するようになってからは強くなるために本格的な練習をスタート。周りの人とかを上手な人見て、こういう風に上手くなりたいなって思って、でもなんかそのためにやっぱり練習とかいろいろな経験が大切ってことを、いろんな人に教えてもらって、だからもっと練習しようっていう思うようになりました。初めは予選落ちしていた彼女だが、父はもちろんコーチをはじめとする周囲のサポートを受け、数多くの大会に出場。経験を積み重ね、次第に優勝する回数が増えていった。試合に慣れてきたのが小学5年生ぐらいからなんで、優勝とかはできなかったんですけど、でも1回だけあるのが、その小学5年生の時にホールインワンを初めて出して、それで優勝したのがあります。結構難しいホールだったんですけど、まっすぐ飛んだら入っちゃったみたいな感じです。でも最初は疑いました。本当に入ったのかなって思って、で見に行ったらカップの中に自分のボールが入ってて、もう嬉しかったっていうのもあるし、驚いたっていうのもありました。誰しも勝つために練習を行う。しかし努力の量と結果は決してイコールではない。ここがスポーツの難しい部分。でもやっぱり一番大事なのは、精神的に弱かったら勝ちたくても勝てないので、一番いいのは教えてもらってる人のことを、言うことを聞くというか、納得できるまでやっぱ質問をして、納得してそれを練習に生かすっていうのが結構大事だと思います。西郷さんが練習で意識しているのは教えを理解すること。ただ言われた内容を実行するのではなく、なぜ必要なのかを理解し、納得するまで確認する。これができるとできないとでは成長率が大きく変化するらしい。ジュニアに対してですか。ジュニアに対してですと、やっぱりその子がまずどうなりたいかってことをまず確認しなきゃいけないんですけど、まず最初は基本的な部分、基礎的な部分っていうのはまずできてるかできてないかで、まあちゃんぐらいになってくるとその部分が分かってくるんで、その人の感性とか感じっていうのをすごく活かせるような、子供はやっぱりそこは豊かなので、結構その感性という部分は大事にしてあげたいなと思ってます。下見てごらん。こっち来てない。来てるよね。そこだよね。その辺だと思う。じゃあもう一回バランス取って、さあここが自分のフルラインだからね。あんだけ残してあんな感じだよ。そうすると左に自分がもしいた場合っていうのは、クラブが急角度に入るって自分で言った現象が起きるよね。
だいぶ戻んなくなってきたねボールが。であの、うん、ボールを打ち終わってから、うん、こっちに来るのっていうのは、うん、例えばじゃあアドレスしてもらっていい？ボールなくて、ボールなくていいよ。いい？そこでさっきの足をまっすぐした状態にしてもらっていい？ありがとう。フィニッシュまで触れる？それで。でどこにいるってこと？そうだよね。それで足を広げてもらって、ちょっとそしてそのまま向こう向いていいよ。そうするとここだよ。だから左は左なんだけど、左にずれることと左に乗ることは別のことだから。そう、結構な人が左へ動いてることが左へ乗ってることだと思うけど、実はこれずれてることだよね。だって不思議だよね。ゴルフってこう軸を中心に回りなさい、だけど左右に体重移動しなさいって言ったらおかしいこと言ってることになるから、はい、体重が乗るっていうのはこうやって立った時に最後これで五分五分だよね。でこれをグーって左足を多く踏んだらこっちに体重乗ってる状態でも真ん中は動かない。あそうだよね。体重計なんか踏むとそうなってるはずだから。納得するまで話を聞くことで考える力が養われる。発育段階の時期だからこそジュニアに強制する指導方法は意味がないのだ。考える能力、力が劣ってしまうかなと思うんですね。やっぱりゴルフのプレーっていうのは自分でやっぱり考えて判断して実行するって形なので、まあ、その部分をやっぱり練習の段階からやっておかなきゃいけないかと思うんですけどね。やっぱり最終的にはそのプレイヤーが答えを出すもので、まあ、自分たちはどちらかというとこのヒントを与えてって本人の中で答えを出していくっていうことが多分プレーでは大事なことだと思うので自分の中でね答えを出してもらえればと思ってますね。さまざまなアプローチの方法で指導することが信頼感を生み結果生徒のやる気を引き出せるわけですね。その練習でやってきたことをのコースに出てちゃんと活かせるかとかその教えてもらったことをコースでもやってみてどう変わるのかなっていうのもあります。やっぱり練習でできてもコースにできないことってかなりたくさんあるので、まあ、じゃあもうちょっと練習してからコースに出てみようとかやっぱそういうのもあります。西郷さんが重要視するクラブはアイアン。この精度と球種の多さがスコアメイキングには欠かせないということで西郷さんが練習で意識しているポイントを聞いた。自分はもともと球の高くて風に負けちゃうボールを打っていたのでそれを直したいなというところからとハーフショットの練習で球に勢いをつけようとする練習を始めました。風に負けない力強い球を打つために彼女が取り入れたのはハーフショット。どんな効果が期待できるのか。そうフルショットをするとこういう大きな円でボールも大きな円を描いて飛んでいくんですけどハーフショットをすることによって下に力が加わってボールが低い球になって風にあまり影響されないようになります。と自分の軸が中心からぶれないようにすることとボールに力が加わるようにグリップの先が体から外れるのっていうのは結構悪い方でやっぱり上げてる時は お腹に向いてるから打った後もお腹に向くっていうのを意識してます。力強く低い球を打つために取り入れたハーフショット。体の軸をしっかり固定しないと前のめりになったり突っ込み気味のスイングになるので重心移動のタイミングをつかむことがポイントらしい。やっぱ試合で活用もできるしちょっと曲がっちゃった時に木から出したりするのでもやっぱり自分の意識的になるべくピンに近づけたいっていうので低い球でグリーンを狙うっていうこともできるようになったし
っぱり風が強かったら低い球で同じ番手でもう届くようになったりっていうのがやってきたので、やっぱ大切な練習だと思います。体で感じることができない上空の風、回避するためにショットのバリエーションを増やすことがスコアメイキングには重要です。昨年関東中学校ゴルフ選手権団体の部にて優勝した西郷さん、実力のある選手との戦いが彼女にとって刺激になった。遊びたくないかって言ったら遊びたいんですけど、でもその遊びたい気持ちと試合で勝ちたいって気持ちだと試合で勝ちたいって気持ちの方が強いので、まあなんか自分の中でやるならもう自分のある力を精一杯出し切って、やるからには適当にやりたくないっていうのがあります。さらに実力を身につけ将来はプロを目指すと決めている西郷さん、彼女が目指す理想のプロ選手像はどんなものか。でもうゴルフで一番うまいのは誰だって話になった時に、私の名前が出るぐらい強いプレイヤーになりたいです。次週のジュニアゴルフアカデミーは西郷真央さん第2弾、彼女のラウンドにカメラが潜入。お楽しみに。